北県庁跡石垣現在は北林高,高校の敷地で同校の単位区間がある。ハスノシゲ堀は長山城時代のもの。北県は1868年に武前国及び文護国の幕府領、旗本領を管轄するために明治政府によって設置された県。管轄地域は武前国、文護国全域にわたって分布し、後には 日向国に分布する地域も編入された。不半県産地制の下で、江戸幕府西国筋軍隊の大官所所在地であった北に設置され、当初は文後国北軍、楠軍と武前国下下軍の旧西国筋軍隊支配地132家村6万2000国を支配した。初代県知事は薩摩藩出身の松方正義、二代目県知事は同じく、 薩摩藩出身の野村森秀である。同じく西国筋軍隊を前身として、日向国に置かれた不幸犬や諸藩預かり所旗本祭地などの天領、所領を合わせて、権益を広げた。二大知事の時に、士族や農民による、日田県庁襲撃事件、竹槍騒動が起こったことで、西海道賃貸の文営が置かれた。1871年の第一次府県統合により、 文語国の8県を統合して、大分県が設置されたため廃止された。ただし、北県のうち、部全国に分布した地域は、小倉県に、旧不幸県である日向国に分布した地域は、耳津県に移管された。不幸県からの編入地域は、同県の項目を参照。県大分県内については、以下の地域とする資料もある。初代知事の松方正義は、 近代日本最初の孤児院とされる北養育館を設置したほか、県内視察の際、海上交通の便を測れば、別府の発展が期待されるとの発案から、別府を築港、京日本一の温泉都市となった別府市、別府温泉の発展の礎を築いた。また、隣接する福岡藩から大乗観察の偽札が、県内に流れてきている事実を告発。その結果、 福岡藩の大量に生殺製造が明らかとなった。このことが評価され、大久保敏道の推挙で1870年ルー10月3日に民部大進むに抜擢されて、中央政界に進出し、後に内閣総理大臣、元老に至った。なお、最後の知事となった二大知事である野村森秀は、廃藩置県後に新設された埼玉県の初代県令に就任している。大落騒動は、 長州藩で反乱を起こし、九州に逃亡してきた、上位派の大落玄太郎率いる集団が、知事の交代を知って、新政府の陰謀から、福岡藩と仏教を守ることを名目に、豊津藩、久留米藩の上位派や、廃仏希釈によって追放された僧侶、さらに農民一揆とも結んで、北県庁を襲撃した事件である。大落は、北の管議員出身で地元に人脈があったという、 これを、明治政府転覆計画と見た。新政府は、大落はじめ藩相手に孤独な戦いを続ける、野村森秀12月28日任命、1871年2月4日、着任を救出するために、3月に、当時陸軍少将であった、四条高唄を総督とする長州藩、肥後藩連合軍を北に派遣し、さらに隣の森藩もこれを支援した。ところが、 共同出兵を命じられた薩摩藩は出兵に遅延し市場を補佐する予定であった薩摩の大山綱吉が大楽よりも長州藩に火があるとして軍の解散を独断で決定した。これに大学派の取り締まりのために山口に戻っていた木戸孝義が薩摩藩が大楽を助けていると激怒して下野する態度を見せた。これに驚いた西郷隆盛や大久保利市道が 大戦の行動を浴びて、鎮圧の継続を命じた。これによって、北にひとまず平穏が戻ることになった。大楽ら騒動の関係者は、行部省の指示により指定の諸般で処刑された。1871年1月4日に起こった氾濫、四族反乱と同年1月8日に起こった、農民一揆をまとめて竹や騒動という。この事件は、大楽玄太郎率いる一党による、 大落騒動により、元気候が弱体化したことを発端に、農民を主体とした打ち壊しや暴動が連鎖的に発生したものである。日田県一期、編集日田県一期は、1869年の全国的な農作物の不作、それに伴う税制改革が直接の一期の動機である。1871年11月17日に、 巡回中の日田県の警備兵と小場村の農民の暴力衝突によって全県域を巻き込む打ち壊しへと発展した。参加した農民一気勢は6000人から1万人とも言われ、北田屈地域で300ほどの省や日田県の施設、県兵の宿舎を襲撃し、焼き討ちを行った。県庁の役人は、彦山に一時避難していたため死傷者はいなかったが、鎮圧のため兵を送った。 森藩と日田県間に犠牲者が出た。日田での一揆は、最初の暴動から4日後の11月21日に、ほぼ鎮圧されたが、文後武前の各地に広まった。政府は騒動の後、大落と通じていた文後武前、筑前、筑後の藩士の動きを警戒して、市場高歌を日田へ派遣し、質疑で呼び出された諸藩の関係者で豆田町は混乱したという。 北県での一期関係者には、1872年2月27日に処刑が執行された。ありがとうございます。